女子サッカー B リーグ、アルビレックス新潟リリースは今シーズンの初戦を前に神社で必勝を祈願しました。新潟市中央区の神明宮を訪れたのはアルビレックス新潟リリースの選手やスタッフなどおよそ30人です。4年ぶりにチーム総出で必勝祈願を行いました。アルビレリースは昨シーズンリーグ戦で11チーム中10位という悔しい結果に終わりました。今シーズンは2011年女子ワールドカップの優勝メンバー川澄奈穂美選手が新たに加わり、サポーターの期待が高まっています。絵馬にもしっかりと書きましたが、新潟にタイトルをという目標をもとに頑張りたいと思います。皆さんの声を力に、スタジアムでしっかりと結果が出せるように頑張りたいなというふうに思います。今シーズンの初戦は今月27日新潟市陸上競技場で行われるカップ戦で、リーグ戦は11月11日に開幕します。